シードプロです。高田博樹プロです。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。さあ、素晴らしい完璧なストライク。いやー、いや本当に、なんだあの卵かけストライク。これやり直しシステムあります？これ恥ずかしい、もうやり直しした方がいいよ今の心境は？今の心境、はい、全力で見せれと思ってます皆さん見ました今。初めて見ましたよし、なんか楽しくなってきた。ダッサフェア取れるかな、ダッサ。そら俺ら予選通らんわよし、あ、面白すぎる、やばい。やっぱり何があろうともミスらないこのね、イージーミスはしないのが三冠王ですよ、はい、やっぱりね、ちょっとしたことですぐミスるのが高田博樹ですよそう、俺誰悔しい、なんでこんなストライク出らんの。よし、もう諦めます。諦めるんすか？諦めんぞ悔しいな。よし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 、またやばいやつ残った。よし、あれはミスだからあれはミスだからワンマーク差。そして僕ここまで隠してましたけどね、これ持ってるんですよ、ホールダイナミック。一番新しいやつ、ずっと隠してましたよ。隠してたんですね。練習ボールも隠してたから投げてない最初から隠してる。自分でも持ってきてるの忘れてましたけど、もうこれしかない。よし、おふざけはここまでにしませんか。
もう9分まで来てますけど。そう。悔しい。もうね、僕が勝つ方法は一つしかないんです。君がミスるだけですよ。そう。いやー、なんと三冠王9フレームまでストライクなしです。いやいや、ストライク出すことがボーリングじゃないから。なるほど。やっぱそういうストライクにとらわれて生きていく人間にだけはなりたくないなと。名言名言。そうそう、バイオ法の名言ですよ。負けた。そう、まあそろそろね、ストライクっていうのを見せてやりましょう。うん、やっぱね、あのボールやったな。隠しすぎとったな。そう。さすが。ひどい。唯一の救いはイージーミスをしてないこと。もうそれ以外何もない。悔しい。はい、ということで、いやー、そら俺ら予選通らんわ、このスコア。通らん通らん。194対168、負けました。悔しい。ちょっとね、悔しさもないぐらい、なんか正直悔しさもないぐらいストライク出らんかったですね。まあ、でも今日ですね、奈良県にありますMボールさんにお邪魔させていただいておりまして、まあ、僕実際初めて来させていただいたんですけど、で撮影をさせていただきました。いや悔しいな。ちょっとね、またTKD ボール高田プロのチャンネルの方でもちょっとコラボでやらせていただきたいと思いますので、ぜひ高田プロの方の YouTube チャンネルの方も登録いただいて、またコラボしたいなと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。